あ、どうも、こんにちは、これです。今回ですけども、名人が作った、マリオのマリオによるマリオのためのコース、かっこ意味不、っていうコース。はぁ。これ結構難しいらしい。名人はもうコース投稿ができないと。全然ちょっとクリアできない。名人がクリアできないらしいんで、ちょっとこれやりたいと思います。代わりに。はい。難易度は結構高いということなんでね。高い。結構やった、名人。結構やってますね、もう。だいぶ前から作ってて。クリアできない。ずっとやってるんですけど。何これ。クリアできないですね。時間200秒。まあ、これはあの普通にあの順番に行けよっていう、あ、下の、あ、下の、ね、下の順番で、ボム兵から、あ、ボム兵からね、骨と、何かこう分かれとって、ん、上ですね、この上、あ、そこを割ると、あ、割って、あ、なるほど、まあ、この辺はまあ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 、これいけると、いけるんですけど、んで、で、あの上にあるヨッシーを、あれヨッシーやん、はい、まず持ってくると、あれがなかったらそのもう先進めないですよっていう、ちょっと分かる、上がれんのか、はい、経由で、なるほどな、よし、この子いないよね、すぐ意味は、オッケー、うわー滑る、惜しいな、そうじゃないと、もう入れへんねん。はい。あー、来た。これでヨッシーをまず取って、これで歩けるもんな。まあ、下から行った方がいいんじゃない？下から行くやろな、それ。あれ、行けへんのか？行ける。あ、行けるか。行けるっすね、しゃがんだら。で、これ、帰るんはそこのバネ取ってじゃないと、ああ。一応帰れないっていうふうになってるんで。あ、でもそれでも行けるか。あ、危ないな。それ、ファイヤーもう潰した方がいいんじゃない？あ、行った。帰れたぞ。あれあれ帰れた。あれ、まあ、バネはまあ別に、次、カロン、いらんの、変えるだけなんで、まだいらんの、はい、これバネ飛んだら、あ、いけると思う、はい、ある、あ、いらないですね、無理やろ、さすがに、さすがに無理か、はい、で、ここは右ですね、まず、まあ、無理な、無理やって、危ないって、あら、下から行った方がやろ、普通に、いや、絶対上やろ、上ですね、あ、上か、なんで、え、そこのボム兵は爆発して、やばい、下に降りるっていう、おい、よっしゃ、よしよ、よし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 、いります、おー、よし、止まっとい、あー、あ、ヨッシーよ、だからヨッシーが必須ですね、ファイヤー、きた、あー、簡単、じゃん、おーヨッシーボーンバック、うわ、閉じ込めた閉じ込めた、うお、ここが、おー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 、これで食って、向こう、あ、右っすね、右で、おったやろ、倒せ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 って、余裕やもん、あいつもう食ったやん、ゴーじゃん、そいつ潰せ、で、P スイッチを、あ、これで、あの上なんだ、あれは、あれ、いや、自分でもよくわからないですけど、多分関係ないですね、全く取れへんやん、しかもほっとこ、これは吐くと、吐き出してもヨッシーとおさらばですね、ヨッシー絶対さらばせなあかんもんな、はい、ヘディング、来てますね、ヘディング、あれ、え、あ、終わった、押しちゃった、終わったやろ、これ上やろ、はい、マジで終わったっぽいやな、間に合う、いや、間に合わないですね、この先、上上がってこれ右っすね、あー、ここがむずいってこと、うまいこと降りていって、はい、で、下バネでジャンプして、うまいことで、その先でようやく P スイッチを、あー、そこまでいるんや、はい、ヨッシーで使える方法があれば最強やな、あかん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 、うれー、あかんぞ、おぉめっちゃ滑った、さっき、うわぁ、何しよんねん、じゃあもうあそこまで行ったらもう終わりやで、もうじゃあ、もう時間ない、謎は滑ったわけだけやべぇ、終わらせれるか、早い、まだ何個もやってきたかな、ああいうなんかバランス系のやつは俺結構バランス感覚高いからね、マリオに、マリオでも能力あるから、これってやっぱりマリオの上級者にもパワー型とかあるわけ、いろいろ、あ、その中で、さっきの科目俺めっちゃ得意な科目やから、バランスが得意、立体軌道装置って俺もとんでもない、あれ持っとうから、俺一直線型得意やけどな一直線型、あいつ直線型やな、要するに、うわうわぁ、これでもマジで足場が、まあしゃあないやろ、まあ、オッケー、そこで落ち着いたよね、一回、うわー、あー、行った、来た、ジャンピオン、これ結構ほんまバランスが大やもんな、オッケー、絶対にスイッチがいいからな、そこの、よ
しょ。オッケー。オッケー。逃げろ。ドン。危ない危ないぞ危ないぞこれ。危ない危ない右や一回。危ない危ない。危ない。危ないで。ああ来た。オッケーオッケーオッケー。おおうまい。くえ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 。潰せ潰せ潰せ潰しとく。危ない。くえ。え？うん。潰れろ。ああ来た。ファイヤー。おお。ちょっと待てよ。ジャンプして上に投げたらオッケーする。あ、ほんまや。踏んだらあかんねん。それで横に出て。おー、来たで、ね、ほら、これ、行ったよ。行った。やべえ。多分いける。いや、多分3回に1回くらいいけると思う、ここ多分。3分の1の可能性。信じろ。おい、ジャンプ。おー、やべえ。これで踏んで。どすん。まだっすね。で、最後大ジャンプっすね。1個だけあるんで。そこで大ジャンプで、突然がうわー、ああ、落ち着け、これで全部あるんで全部あるっす全部あります。えそこ全箇所ありますだから出しといたらもうあ、ほんまスピンジャンプできるやんもうそこもありますねスピン上乗ったらもうおぶれうわーよっしゃーよっしゃー69ふぅーよかった、20分ぐらいかマジで、まあ、3個目が一番楽やったわ3個目が一番いや一番簡単やっただって結構簡単やねやりやすいほんまにバランス型にとってはいや俺バランス型じゃないんだからほんまに違かった、うん、まあ甘くてほんまにそらさら爪くんぞほんまほんまに爪くるぞお前 K1 とかに向いたタイプやろ爪ったらかほんまアーネストホーストみたいな感じやろちゃうで俺ちゃうどちらでタイプ的やな俺あれやけどな誰、ボブサップちゃんいやあいつだ9ドル9ドル9ドル氷ドルやろ9ドルで何度いや氷ドルやからバレたうんしとったけどないや気づいてなんちゃら円弧氷ドルやろうんあいつやで俺はいじゃあ今回これで終わりますありがとうございました明日